日本画作家の渡辺由紀です。ただいまイレブンガールズアートコレクションザファイナルに出品中です。今回の動画で作品を紹介させていただきたいと思います。今回紹介する作品はこちらの毅然というタイトルの作品になります。こちらはですね、DM の方にも載せさせていただいておりまして、こういった感じで載せさせていただいております。で、次の作品だったんですけれども、こちらのダリアをモチーフとした花というタイトルの方の作品はもう初日の今日のうちにご制約いただきまして、もうお持ち帰りになられているので、会場ではもう見ることができないんですけれども、こちらの毅然の方はまだございますので、ぜひご覧になっていただけたら嬉しいなと思っております。はい、でタイトル の毅然なんですけれども、このバラのお花がすごく凛とした感じの雰囲気で、まさしく毅然としたようなというイメージだったので、タイトルも毅然というふうにつけさせていただきました。はい、で私は毎日会場におります。で最終日だけちょっと気をつけていただきたくで、最終日だけ16時閉場となっておりますので、はい、そこだけお気をつけください。それ以外は毎日おりますので、はい、ぜひ会場に足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いします。